タクシー乗ってね、帰ろうと思ってたんですけど、タクシー捕まんないんで、なんかね、適当に喋りながら帰ろうと思うんですけど、まあ最近ね、まあその日本のニュースってね、なんか暗いのばっかなのかなって思ってて、まあそのね、自動車産業っていうのが、まあ今日本の最も、まあ主要な、まあ、産業なんだと思うんですけど、まあそれもなんかね、ガソリン車が、ね、使えなくなるっていうのが、今後広まってったら、まあそれもね、崩れちゃうんじゃないかみたいな、テスラにとって買われてしまうんじゃないか、みたいな、そういう危惧ってあるじゃないですか。で、まあ、それで、まあ、トヨタはトヨタでね、その電気とか頑張ってると思うんですけど、だそんな中で、ね、まあ、ホリエモンさんとかはね、ロケット事業っていうのが、まあ、日本のなんか、次の、産業で、まあ大事なんじゃないかみたいなのをおっしゃってましたけど、まあ僕は個人的に思ってるのはやっぱり日本の美容外科ってね、なんかそういう、なんか日本を代表するような、そういうものになり得るんじゃないかなって個人的には思ってるんですよね。っていうのもやっぱり日本って結局賢い人みんなお医者さんになっていくっていう、風潮あるじゃないですか。だから、で、やっぱり自分もね、お医者さんになって思ったのは、やっぱみんなすごい、日本のお医者さんって勤勉ですごいよく働くし、すごいやっぱ頭もいい人多いんで、だから、なんか、そのね、日本の優秀な人たちをね、そこにどん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 咲いてってるわけだから、まあそれによってね、その日本のなんか長寿大国っていうのをまあ成し得てるのかもしれないですけど、まあでもやっぱ、今後はね、その美容外科の先生って、まあどんどん増えてきてると思うんで、まあそれってことは、日本のまあ優秀な人材たちが、まあ美容医療に入ってきてるってことなわけじゃないですか。ですから、まあ、その、日本の美容医療っていうのを、まあ、より、どん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 盛り上げていって、その、日本を代表するものにしていきたいな、もしていきたいなっていうか、なってってほしいなっていう思いってすごいありますし、なんか、その、中心で、あるようなクリニックになれたらいいなっていうか、なれるようにしていかなきゃいけないなって、そんな風に思ってますね。